皆さんたくさんたくさん心配をおかけしました。何があったかと言いますとね、アラビのハートがブロークンしたって感じ、ね、すごく落ち込んだ日がありまして、まだ見てないよ知らないよって方は今上の方にバー流しておきます。ぜひ一回見てみてね。原因はね、だから本当に何か一つのことじゃなくて、きっかけはプラウがご飯を食べないっていうことだったの。プラウちゃんは今転換がねちょっと続いてて、投薬する前に何かできることあるんじゃないかって、投薬までの期間を少しでも延ばせたらいいなっていうのでね、いろいろ飼い主で模索してやってるんだけど、その中で水分摂取量を増やしてあげようっていうのがあってね、手作りご飯でさスープを作ってあげてるわけ、ドライフードと一緒に。マイナが踏んでるんだよいうのがあってね、一生懸命やってたんだけど、なかなかそれが上手にプラウに伝わんなくて、飼い主もさ手作りご飯ってなかなかねやったことない部門だったから、その中でもさ転換にこれがいいよって、こんなのがいいんじゃないのっていうのをたくさん教えていただいて、なるべくそれをね使うようにしてみたり、プラウちゃんはねもともとアレルギー体質だからね、アレルギー起きちゃう可能性があるから同じものばっかりにならないようにって考えたりだとか、味に飽きないようにさ何パターンも作ってね、3個4個作ってルーティンでねあげれたらいいなってやってたんだけど、なかなかねそれがプラウにうまく伝わらない日々が続いてて、でもね分かってたんだよプラウが食べムラのある子だって。手作りご飯を始める前からこの子はねご飯の食べムラがとってもある子で、昨日大好きだったものが今日はもう大嫌いみたいなねことがある子だから、知ってたんだけどね、なんか上手に伝わんない。それがきっかけだっただけで、なんかさまあね、たくさん YouTube こうやって上げさせていただくにつれてね、視聴者の方も増えて応援してくれてる方も増えて、それと同時にさあそんなこと言っちゃうんだみたいなね方も増えたわけでさ、結構平作ちゃんと2人で言われることはその見かけでっていうことね。2人はね、アラビと健作ちゃんはあんまりおとなしい見かけはしてないと思うの。どっちかというと派手めな感じけどさ、それが2人だからって自分たち思ってるんだけど、やっぱりそこをついてくる方もいらっしゃるの。ね、飼い主アラビはね髪色がとってもよく変わるんだけど、そんな髪の毛の色してる時点で察するとかね、ピンクの髪の毛してる時点でちゃんと変えてないんじゃないかって言われることもあるし、アラビがね言われるのはね年齢のことね。そんな年でその若さで大型犬5匹ましてや疾患ある子2匹含めて迎えれるわけないんじゃないかって言われることが多々あってね、その時はさ別になんか何クソって何知ってんのよって思えるんだけど、なんかポケモンのさ毒ってわかる技なんかすごい大ダメージを食らうわけじゃなくて、ゆっくりほんのゆっくりちょっとずつ効いてくる感じ。ああなるほどね、削ってくんだゆっくりねそのなんか一撃必殺みたいな感じじゃなくて、本当にちょっとずつその言葉に削られてた部分もあって、でさそう言われちゃうってことはさ少なからずそう見えてる場面があるわけでしょ、うん、それをこの子たちにそう思わせたくないなって思ってる部分があって、なんかママが若いからってこの子たちに思わせたくなかったんだよ。だからしっかりしなきゃって、人一倍しっかりしなきゃって自分にすごくプレッシャーを与えてた部分があって、それがちょっと裏目に出ちゃったかな今回。2人とも意外と真面目よね。そうなんだよ、でも画面を通してさ動画を通してだけじゃ伝わんない部分っていうのが多分あるんだよね、うん、結構一生懸命アラビなりにね、なんか足りない部分もたくさんあるのかもしれないし、もっとできんじゃないのっていう部分もたくさん皆さんの中であるのかもしれないけど、
もうなんかアレビの中ではもうこれ以上ないぐらい手一杯、目一杯、精一杯だったんだよ。なんかそれがね、あんまり上手にプラウに伝わんなくて、でもね、プラウの気持ちもね、本当はよくわかるんだよ。今日このご飯食べたくないなって、アレビってそういう日あるもん。自分でご飯作るようになってさ、クソ作ったけど今日これじゃなかったなみたいな日もあるんだよ。分かってるけどさ、なんかそのプラウにとって水分補給しなきゃって、これ食べなきゃ展開に繋がるんじゃないのか、この食べなかった展開に繋がったらもう投薬が始まっちゃうんじゃないかっていう責任もすごい重くたくて、結構ね、ゆぴたくんもね、食べムラのある子なんだけど、ゆぴたくんはね、もう家食べなくてって。ゆぴたは、ただのフードストライキだったもん。で、あるよね。ある。ゆぴたくんの場合も時間決めてさ、もう家食べないでって。結構ね、おおらかな気持ちで。20分過ぎたら下げるね。もう20分の間に一口も食べなかったらね。うん。でもやってるんだけど、プラウの場合は、それをすると、本当に明日の命に関わるかもしれないじゃん。転換、うん、昔はさ、転換起きてもさ、1日1回だったじゃん。うん、1日1回。ああ。24時間で1回。で、続かなかったじゃん。うん、最近はね、1回転換起こしちゃうと、24時間以内に2回目が起きて、それがね、3日4日続くっていう傾向にあるから、やっぱそうなってくるとさ、検査を切る前ね。そうそう。そのスープを始める前ね。うん、とかってなってくると、プラウちゃんにとって、ね、やっぱ苦しいことだし、脳に障害が残っちゃったらとか、心臓への負担考えたらって思うとさ、なかなかプラウには食べなくていいよって言えなくて、なんだろうね、難しいよね。その食べないプラウに対してっていうよりは、上手に食べさせてあげることができなかった自分を責めちゃうというか、もっとこうしたらいいんじゃないかっていう道が多分あるはずなんだけど、なんか正直それがアラビには見えなくて、もうなんでこんなに精一杯やってんのにっていう気持ちがちょっと強く出ちゃって、かわいそうなことしたねとは思ってるけど、ごめん、ママも仕方なかった。すごい励ましのコメントたくさんあったよね。え、本当ありがとうございます。全然ね、返してなくて、なんかもうさ、携帯も触りたくないみたいなさ時期がね、続いちゃってなんかさ、楽しい動画ね、載せたいよね、たくさんね。ケタケタ笑ってるのが多分アラビだと思うし、生きてりゃそういう日もあるよね。そんな感じ。もうね、多分ね、毒消し使ったからある程度ね、回復してきてます。だからね、次の動画からはね、ちょっと楽しい、面白いためになるような今まで通りの動画に戻していけたらいいなと思ってます。またね、プラちゃんの転換についてもね、またお話できたらいいなって思ってます。次の動画あれだよ。あ、次のね、これの次の動画はね、もうね、やっと情報解禁できます。前ね、ライブ配信でお話ししてた、もうね、6月には面白い報告できますよってお話ししてたもんですけど、やっと今週の日曜日に皆さんにね、お届けすることができるかと思います。やった結構すごい情報だと思うけどね。ね、面白いよね、うん、そんなこともやってんのって感じでもね、ぜひね、皆さんこれ楽しみにしててねって言いたいんだけど、実際さ、それをしてもらうと多分ね、アラビちょっと恥ずかしい気持ちになると思う。照れくさいというかただ飼い主の話なんだよ。ワンちゃんが出てこないんだよ。パパのお気に入りの靴がね、こうなっちゃった。パパがあげたんだよな。散歩してたら、だって何、そこなくしたんでしょ。そこがなくなった。みんな聞いて、検索ちゃんさ家に入ってきたさ、ハエをね、ハエと戦っててね
ジャンプしてさ、天井で突き指して親指ひび入ってんだって意味わかんなくないしかもさ、アラビアね、もう次の日にでも病院に行きようってちょっと言ってたのにさ、2週間病院に行かなくてさ、昨日病院に行って先生に怒られたってよ。もっと早く来なさい、だから言ったじゃんって。しかもさ、病院のさ、問診票にさ、妻からの紹介でって書いたわけ。もうほんと次アラビア言われるよこれしかもさ、聞いて受付でさ、ハエ叩こうとしてって言ったんだってアルフ食べないよそれ。受付のお姉さんが笑ってたってよ、アルフ月読みでいいですって言われたんでこうやって冗談言えるぐらいに復活してます。皆さんね、ほんと大変大変たくさんご心配おかけしました。次からは楽しい動画をお届けしていきたいなと思います。最近それやってないもんねなんかちょっと使い道が難しくなってきただからね、皆さん今回だけじゃなくてね、次の動画も楽しみにしておいてください。大型犬の多頭飼いのリアルってさ、こんな感じ仕方ないよね、そういう時もある。じゃあお届けさせていただいたのはファジャルドッグのアラビと検索でした。あっからバイバイ。バイバイ。朝ずっと笑ってたよ、膝の上でずっと笑ってたから。これさ、昨日さ、アラビのこと起こしたわけ。そうなの。寝てるアラビをね、こうやって起こして、起きて起きてっていうか、何って起きたらさ、膝の上座らしてってよ。すごくない？人のこと起こしてまで膝の上に座るんだよ。なあ、アス。僕ママのこと椅子だと思ってんだよな本当にカメラ回ってなくてもずっとここにいるよね。うん、いい感じ。